東南奥多摩西2町では今日、米沢東、米沢商業、高畑、南陽の4つの高校で卒業証書授与式が行われました。このうち米沢東校では192人が旅立ちの日を迎えました。式では担任教諭から卒業生一人一人の名前が呼ばれた後、小野尚志校長から代表の東条祐樹さんに卒業証書が手渡されました。小野校長は修正という校訓のもと勉学や部活動に励み、これからの社会で生きていくために必要なコミュニケーション能力や人間力を養えたと思う、皆さんの今後の活躍に期待すると式辞を述べました。続いて在校生を代表して生徒会長で2年生の佐藤紗恵さんが、大成功を収めた文化祭、活発な生徒会活動、勉強や部活動への熱意、先輩たちの姿を見習い私たちも努力していきますとお祝いの言葉を送りました。卒業生を代表して武田恵里さんは、3年間の学校生活の中で仲間という大切な宝物を得ることができた、これから壁にぶつかったときは米東での3年間を思い出し自分の足でしっかり乗り越えていきたいと答辞を述べました。このあと出席者全員で校歌を歌い、卒業生たちは保護者や先生たちの温かい拍手に送られながら新たな一歩を踏み出していました。